大分空港では一昨日午後、ホンダ航空の訓練中の小型機が着陸時に滑走路を外れ、草むらで停止しました。訓練を行っていたホンダ航空は、今回の原因について、パイロットの操作ミスや機体が風に煽られた可能性が考えられるとしています。ホンダ航空は去年8月にも訓練中の小型プロペラ機が大分空港に同体着陸する事故がありました。 ホンダ航空によります。と、この事故について車内調査を行った結果、機体の不備は確認されず、車輪を出す装置を作動させていなかった人為的ミスと結論付けたということです。ホンダ航空はこの事故の後、再発防止に向け、マニュアルの整備や再教育に取り組んでいました。